さあ小橋ペースだ、ボディースラム、そしてギーロチンドロップ、さあ小橋の王が入ったぞ、これはチャンスですよ、トップロープ、ムーサルトプレス、フラッシュが一斉に流れた、カウエカット、カウエカット、これはやっぱり両チーム必死ですね、場外転落、カウエ、さあジョニーエースがどうするんだ、トップロープだ、背後から、背後からラリアット、ダイビングラリアット、カウントは2、さあアジアタック、チャンピオンチームのペースだ、鶴田の動きが止まっている、鶴田に考える余裕を与えたくないジョニーエースだ、さあ再びエアリアル殺法か、ジョニーエース、しかしこの間に田上明がリングの中に戻ってきた、エプロンサイドだ、左の右の足をフィックスしている、そして鶴田が蘇った、蘇えっと怖い、ジャンボ鶴田ラリアット押し倒し、クワの体勢だ、カウントは2、さあ一気に攻め込みたい相撲ラリアット、ロープに振られたジョニーエースだ、パワースラム、ああ、カウント2の攻防となってまいりました、ジャンボ鶴田、田上明田組対現アジアタックチャンピオンチームの一戦、バックに回ったジョニーエース、キックだ、そしてエースカッシャー、クマの体勢だ、カウントは2、そして鶴田と小橋がロープを挟んでやり合っておりましたが、さあジョニーエースが腕を高く上げました、一撃の必殺技を狙っている、そして放送席に鶴田が心を切った、2位を当てられました、ジョニーエース、これはピンチだ、そのままカバーの体勢、エース返せるか、さあどうだ、カウント 2.5、 エースにも粘りが出てまいりました、そして鶴田につなぐ、鶴田につなぐ、さあ勝負の大きな山場が訪れそうだ、串刺しのジャンピング2パット、王が入った、エースかなり疲れてますね、はい、エースの踏ん張りが欲しい、空中同時の落とし、小橋カット、大きな声援が飛んでいる、さあ場外で小橋、そして田上だ、となると、となるとエースがピンチだ、エースがピンチだ、ジャンボ鶴田がトップロープに登る、ジャンボ鶴田がトップロープに登った、王だ、王だ、オーソリティだ、カウント2返しました、再び小橋健太、田上明太が場外だ、さあ今度こそが一目に出るだろう、ジャンボ鶴田、しかし丸め込んだ、丸め込んだ、ジョニーエースが上になっている、カウント2、武さん頑張りますね、エース頑張りますね、こちらは場外の小橋田上、さあリング上、王が入った、ガー関落としに思いを込めて、そのままカバーの体勢だ、カウント3、最後は鶴田岩石落とし、武井さんいかがでしたか、なんとか2点はもぎ取りましたけどね、はい、苦しい展開でしたね、今日は小橋エース、本当によく頑張りましたね、はい、限りなく勝利に近い敗北、現アジアタックチャンピオンチームジョニーエース小橋健太組、こちら勝った鶴田組、勝ち点2を加えて、総合ポイントが16点となりました、勝負タイムが18分と42秒。